の乗って高速道路は危ないけど。日本選抜に選手たちが今日うちは佐賀会場でセレクションを受けるんですけど、他の会場もあるんですか？全国で確か10会場ぐらいあって、はい、まあ、その中から何名選ばれるかは少し分かんないんですけど、まあ、もし選ばれたら毎年、スペインで行われてる国際大会、はい、スペインのカンテラ、バルサ、レアル、アトレティコとか、それ以外もインテルだったりパルサンジェルマンだったりもう名門クラブの、ジュニア年代が集まる大会があるので、それに、日本代表として参加できますね。すごいっすね。選ばれたらめっちゃすごいですよね。めっちゃすげえ。だってそんなチャンスないですもんね。もうなんていうかな、選ばれると正直思ってますね。お、自信がすごいですね。まあ、そこに関しては自信しかないですね。自信しかないですね。おお。その選ばれたかどうかの結果もね、視聴者の方に報告したいと思うので、続きは会場で彼らのプレーも撮っていきたいと思うので、ぜひ最後までご覧になってください。はーい。ちょっと乗って、高速道路やけ危ないけ乗って。なんて？もう一回言ってね。ここはソウル。ああ、ここソウルよ、横行ったら。日本でーす。ちょっと信じちゃったよ。ちょっと信じちゃったよ。着きましたね。はい、会場。着きました、会場に。いいね、ここ。5時からスタートなので、本当はもううちの子たちは、ほんぼん、ボール取るよね。さすがやね。関係ねえよ、もう。うん。いつも通りすぎて。どうやったシュート？めっちゃ楽しかった。結構声かけれた。うまくできた。普通にできた。おお、いいね。自信満々や。うん、普通にね、いつも通りできました。いいね。お疲れ様でした。お疲れ様です。セレクション終わってどうでしたか？どうなんですかね。どう思いましたか？まあ、気負いせず、みんな楽しそうにやってはいたけど、まあ、おのおの連絡を待つ感じで。ですね、なんか1週間以内に連絡が来るって言ってたんで、2、3人かな、可能性が外から見てて思ったのは、7人受けて、2年生に関しては、やっぱ4年生のやつだから、ちょっと難しいよね、よっぽどがないと、ね、やっぱ開拓さんも全然違ったしね、2、3人受かればいいかなぐらいですね。まあでも受かればすごいけどね、2、3人も。そうね、2、3人からね。うん。でもうちの子はやっぱあれよね、個性が半端ないよね。半端ねえ。一人だけめちゃくちゃ声出す子もおるし、
うん、自分の知識をもうさらけ出しよったね、その子は。サリー、サリーサリー、サリーよったね。めっちゃ声出すし、うん、で、全く正反対の子もおるしね。うん、いつも通り、なんかこう、なんていうかな、いい意味で言えばリラックスした。悪く言えばめちゃくちゃふざけとる。うん、そう、まあ、あの子はあの子らしくてね、それが、普段通りのプレーができたんじゃないかなと。思います。今彼らの要望で温泉にね待ってますね。ここで待機します。あそこから出てくるあの個性派軍団がこうしたって待ってます。今から彼らが温泉上がるのを待って、上がったら帰ります。また結果を楽しみにお待ちください。ご飯食べる、ご飯食べる、ご飯食べる、ごちごち、また食いたい、あれを、あ、逆に、この棒ついたら、後ろのやつ全部、全部正解選べる。お、お、当たった、当たった、えぇ、ー、もらえる、うせん、帽子やろ、帽子、帽子、帽子、あ、スタッフに呼ばないで、俺もやってみよう。え、本当？本当、もらえる、どれかもらえるよ。当てたん、決定的。何もせよ、上読んだら、読んだら、読んだら、今読んできた、誰か読んでこ、読んでこ、読んでこ、おい、読んできて、俺これその次やる。